バレンズエラ駅はフィリピン国鉄北方本線の鉄道駅。フィリピン国鉄の前身時代から旅客貨物両方に使われてきた。北方本線の再建が進んでおり、バレンズエラ市内の駅として再建される予定である。もともとはマニラとキタルソンを結ぶ鉄道路線の駅であり、スペインのマニラダングパン鉄道によって建設され、1891年3月24日に、 ポロ駅として開業した。ポロ駅はアントニオルナ将軍が米非戦争の際にアメリカ人に対する防衛を計画した場所であり、旧駅の建物にそれを記した案内板が残っている。その後、1980年代から北方本線が運用区間を短くする中でも運営が続けられていたが、1997年にメーカウワイアンまでの 運行が終了した際にこの駅の利用も終わっている。2000年代に入ると、かつての鉄道不設権を利用して、パンパンが州からマニラを結ぶ、鉄道路線を再建する、旧ノースレール計画で再建されることになっていた。計画は2007年に開始されたものの、様々な問題から2011年には中止となっている。資金問題などから中国が計画への、 開発援助資金の提供を止め、交渉後も、この計画は再開されなかった。バレンズエラ新駅は、現在の新納スレース計画で、ニュークラークシティとマニラを結ぶ大量旅客輸送の、ためのマニラクラーク間の南北通勤鉄道における、最初の6駅の一つになる予定である。旧駅より北側に建設される予定となっており、新納スレール計画は2021年中の、 完成を見込んでいる。運用されている首都圏北部通勤路線のガバナーパスカル駅と同様、新納スレールを新設する前の復旧の目標になる可能性がある。北方本線はバレンズエラに向かう道の折りが、レックス10.1航空の建設と重なっている。レックスは2019年3月1日にオープンしているが、タラハン川を渡る古い鉄道橋が、 老朽化トンレックスの建設用のサラ地下で解体されたため、バレンズエラに運用を伸ばすためには、その再建が不可避であり、再建してバレンズエラ駅までの運行を再開するための検討が始まっている。ありがとうございます。